しぶりだな、我が友よ。また会えて嬉しいよ。私は鉄道の達人だからね。私はこれから毎日お役に立ちたいと思っています。いや、ディーゼル、乱暴にするだなんて間違ってるよ。いつだって礼儀正しく優しくするのが一番なんだ。すみません、私のせいです。お忙しいあなたを手伝いたくて、私がみんなに指示を出したんです。仕事を代わってあげたかった。ダメだディーゼル、礼儀正しく優しくするんだ。そうすればいつか君も私のような鉄道の達人になれる。トーマス、我が友よ、そんなものは必要ない。私へのプレゼントは揃ってるじゃないか。みんなが友達でいてくれることが素晴らしいプレゼントだ。私にとっては素道島で一番のプレゼントだよ。他にはない特別なね。